6月21日渋谷のおうちギャラリーで、家庭にある食材で熱中症や夏バテ対策の飲み物を作る講座が開かれました。講座を運営するレシピセラピスト協会は、家庭で簡単にできるさまざまな健康管理のアイデアを紹介しています。オンライン講座を定期的に行っていますが、今回は作る工程や味見などを楽しんでもらいたいと、会場でのリアル開催となりました。ママがまずは笑顔 で家族の健康を守る、太陽のような存在でいてほしいっていうので、お家でできる簡単な料理だったりとか、今日のようなドリンクだったりとか、いろんなことを食を通してやっているという感じです。おいしいっていうふうに言ってもらって、やっぱりリアルっていいなっていうのを本当に久しぶりにやって感じましたね。はい。昔から日本人に親しまれてきたという万能ドリンク梅しょうばん茶や、水分塩分の補給を助ける経口補水液などのレシピが紹介されました。参加者からは、身近な食材で簡単にできるのが嬉しいといった声が上がっていました。香りとか、あと食感がすごい味わえて、もう本当やっぱりリアルっていいなって改めて思いました。家で作るのと、あの全然やっぱり独自になってしまってたのもあるので、参加してみて本当に良かったなと思いました。